みんなが知ってるゲームでもやらないか。床が溶岩だ。でも今回は本物の溶岩だ。いいだろう。これは普通の子供の遊びだが、地球規模の大災害だ。床に触るな、アーノルド。溶岩の温度は摂氏1200度だ。そこにあるものを使って動いて構わないぞ。ただし3秒で椅子は燃え尽き、5秒でベッドは消えるし、テレビは1本のコマーシャルよりも早く溶けてしまうからな。屋根に上がれ。あ、おい、落ちるなよ。溶岩に落ちたらな、神経が破壊されて皮下脂肪が沸騰して大やけどを負うんだ。まあいいこともある。溶岩によって骨まで焼き尽くされること理解する時間さえないからな。はあ、このバカ。金属は一番早く加熱されるんだよ。バカだな。でも落ち着け。落ちても溺れないんだ。溶岩は見た目と違って液体ではないんだ。実はその密度はコンクリートよりもさらに高いんだ。溶岩の上を歩く場合は地質学者が使うようなアスベストブーツが必要なんだ。うん、暑くなってきたな。この温度になると海の水は全部沸騰して巨大な魚のスープが出来上がってしまう。地球最後の魚を守ってやれよ。本当に最悪なのは熱い溶岩ではない、冷えた時に何が起こるかだ。温度が下がると溶岩は蒸気とガスでできた酸性の雲を作る。そこには小さなガラスの粒子が含まれていて、人間にとってとても危険だ。アーノルド、起きるんだ。いいニュースだ。君が外に出るのが怖いことは知ってるよ。でももう他の人に会わなくてもいい。エベレストの頂上にいるんだ。この山の別名はチョモランマ。地球で最も高い山だ。言い忘れていたけど、君は私に5万ドルの借金がある。これはこの山に登るためのごく平均的な費用だ。頂上で生活するには最高の装備が必要だ。でも酸素がとても薄いし、すごく寒い。アーノルド、最低でも1キロ下に降りるんだ。急げ。でもゆっくり降りるんだ。ここでは酸素の量は地上の3分の1しかない。体力を温存するんだ。酸素がなくなると時間がわからなくなってしまう。3時間で5メートルしか降りられないのは遅すぎるな。幸運なことに秒速200メートルの風が吹いてる。これを利用すればたったの3秒で8キロ飛ぶことができるよ。よかったね。ゴミの上に着地できた。登山客はたくさんのゴミを残していくので、政府はゴミ1キロあたり2ドルのお金を払っている。どうやら私の借金を返してくれるようだね。アーノルド、大きく呼吸するな。マイナス60度の気温が君の肺をカラカラにしてしまう。咳がひどくなって肋骨を折ってしまうことすらあるんだよ。すまないアーノルド、エベレストから遺体を下ろすことはできないんだ。遺体は山の高度の目印として利用される。まあ誰かの役には立てるよ。極寒の世界にいたからとっても楽しそうだね。うん、少し楽しみすぎたんじゃないの。いやあ、アーノルド、酸素不足で幻覚を見ていたようだね。誰かが火を起こしてくれたようだ。気がついてよかったけど、まだあと6キロ降りなければいけない。残念ながら家に帰る体力は残っていないようだね。でも待てよ、いい考えがある。マルコ・シフレディの偉業を真似するんだ。彼は2001年にエベレストをスノーボードで滑り降りたんだ。アーノルド、君ならできる。あちこちの骨が折れて凍傷も最悪だ。でも下に降りることができたぞ。とても信じられない。アーノルド、思いっきり叫ぶんだ。冗談だよ。山で叫ぶと雪崩が起きるから決して叫んではいけないよ。心配いらない。君には5万ドルの借金があるからちゃんと連れてくよ。今日はとてもいい天気。悪いことは何も起こりそうにありません。
でももし地球の自転が突然止まったら、完全に停止すると慣性により何もかもが東に飛んでいく。その速度はなんと1500キロだ。さらに大気が乱れて突風が吹き荒れる。この時地球の重力はそのまま変わらないんだ。海は大きな津波になって陸地に押し寄せてくる。その速さはなんと毎分27キロメートルだ。1日の長さは1年の長さと同じになる。時速 29.78km で太陽の周りをぐるっと一周することになる。太陽が昇ってから日が暮れるまでの日中の時間は6ヶ月続くことになる。それと同じように夜の時間も6ヶ月になる。気温はなんとマイナス55度まで下がる。地球の自転が停止するとその遠心力によって赤道に高い丘が形成される。そのうちそれは消滅して2つの海を隔てた一つの指輪のような大陸が出来上がる。自転が止まることで一番大きな問題は地球の核で発生する。地球の核はざっくり言えば溶けた金属の玉で、回転することで磁場を形成してるんだ。これが太陽からの放射線から地球を守っているんだ。この磁場がなくなった今、地上で生活するのはとても難しい。ああ、ノルド、全くノロマなやつだ。早くシェルターを見つけるんだ。一番安全な赤道付近に移動するんだ。急げアーノルド、これが地下墓地に行く最後のバスだ。全員が地下に移動する。心配ない、ここはとても安全な町になっていて、食べ物を生産することだってできるんだ。でも君一体どこに行くつもり？ここは森じゃないか。まあいろいろ知ってるだろうから心配はしてないよ。葉っぱを服に入れて体を温めたり、水をろ過したり。おいバカ、それを食べるな。森の奥に進む前に注意して周りの音をよく聞くんだ。トラクターの音は3キロから4キロ。犬の鳴き声は2キロから3キロ。電車の音は10キロ先でも聞こえるんだよ。BTS の歌は地球上のどこにいても聞こえるけどね。これはなんだい？見てごらん。これはまだ子供だ。迷子になったんだね。スローロリスは熱帯の森の中で生活してるんだよ。ペットになんかしちゃダメだって。ロリスは肘の関節を舐めるんだけど、そこには毒があるんだ。噛まれたら死んでしまうんだよ。動物の足跡をたどってごらん。そうすれば川とか水の流れにたどり着けるんだ。魚を取って食べることだってできる。その方法だと日が暮れるだろうね。ほら、言った通りだろ。さあ、森で一番危険な夜がやってきたよ。こんな時は木の上で寝るといいだろう。安定しないけど少なくとも安全だからね。朝になったら誰かに見つけてもらうように開けた場所に出るんだ。森の中を捜索するのは本当に大変なんだ。消防士でもボランティアでも軍隊でも難しいんだよ。その場所を真四角に区切ってそれを一つ一つ探していくんだよ。実は行方不明になった人が自分の捜索隊だとは知らずに一緒になって自分を探していたことがあるんだ。彼は自力で森を脱出していて、それを誰かに言う前に捜索隊に入ったんだ。火を起こすと空からよく見えるようになる。緑の葉っぱを燃やすと森で迷子になって今日で3日目。タクシー代を蹴散ろうとした結果です。おいアーノルド、アーノルド、その湖の水は危険だぞ。まあ心配ないよ。昼を飲み込んでも悪いことが起こる前に胃の中に入って溶けてしまうからね。おや、ずいぶんたくさん昼を飲み込んでしまったようだね。君の体はヒルにとって手頃に住める家になってしまったようだ。世界に生息するヒルの種類は500種類以上。でも人に危害を加えるのはわずか3種類だ。335匹いれば10分で体内の血を全て吸い取れる。君が飲み込んだヒルは1000匹以上だ。急いだ方がいいね。塩水を飲めばヒルを駆除できるよ。悪いけどこのボトルで我慢してくれ。湖の水を飲むのはいいことじゃないんだよ。ヒルは結構賢いんだ。
ヒルの細胞は生物コンピューターにも使われている。簡単な足し算ができるんだよ。君には無理だよね。喜ぶのはまだ早いよ。小さくて危険なお友達がほら目を覚ましたじゃないか。信じられないと思うけど、そのままじっとして刺される方がいいんだ。蜂の毒ってすごいんだよ。有益な成分がたっぷり含まれてるから不治の病も治ることがあるんだ。どうやらその前に熱射病で死にそうだな。蜂に囲まれると体温は47度まで上昇するんだ。お、やるね。携帯の電磁波は蜂を無力化させることができるんだ。蜂はたくさんのセンサーがついた小さい飛行機と全く同じだ。君が飛行機に乗るとき携帯の電源を切るだろう。それと同じだよ。蜂の巣に 900MHz の携帯を置きっぱなしにすれば、蜂たちは10分でいなくなって二度と戻ってこないんだ。もし海で大きな波にさらわれたらどうなると思う？今回はお風呂と同じだ。ただし34万倍の大きさだけどね。水をいっぱいにするのに2億4300万年かかるよ。大陸プレートが突然動くと大波ができる。海面は数メートル上昇してとても危険な津波が起こるんだ。今いるのはポルトガルだ。過去最大の大きさの津波が押し寄せている。津波の速度は時速100キロだからヒーターよりも速いかもしれない。ハワイのサーファーが25メートルの波に乗ったとギネスブックに記録されている。キラーウェーブって聞いたことある？何もないところからいきなり30メートルの波が起こるんだ。あまりに突然なので何が起こったのかもわからない。船乗りたちもあっという間のことで何もできない。たった一度の波で船が転覆してしまう。マクレガーもびっくりのパンチ力だ。記録に残っている最も大きな波は1958年に起こったアラスカのリティア湾だ。この時は30メートルの高さの波が襲ってきたんだ。その結果500メートルの高さまでの全ての木がなぎ倒された。これはアメリカの自由の女神の 5.5 体分だ。その直前にはさまざまな異変が起きたんだ。動物たちは本能的に危険を察知して逃げ回ったりおかしな行動を始めたんだ。地上ではみんなが車やバイクに乗って逃げ始めた。まるでキングコングが襲ってきた時みたいにね。できるだけ早く35メートル以上の高さまで逃げるべきだ。アーノルド、エンパイアステートビルに逃げるんだ。この建物は高さ102階建て、280メートル。エレベーターは毎分200メートルの速さだからなんとか間に合うだろう。水の中で叫んじゃダメだ。窒息するぞ。また夜更かししてネットサーフィンかい？どれどれ？イーロンマスクが新しいロケットを打ち上げたら宇宙から隕石を発射されたって？落ち着けって。君、隕石が何なのか知らないだろう？隕石は宇宙で生まれた巨大な物体で、その大きさは数グラムから数千トンまである。大丈夫だよ。隕石が人類に当たったのは1954年の1回だけ。それも足にコツンって当たっただけだ。おや、誰かが地球を救うために志願してくれたようだ。やる気満々じゃないか。これで問題も解決。めでたしめでたしだ。あは、やっぱりいつものパターンなんだね。地球の最後の日が迫っている。誰かこの危機を救ってくれるヒーローは。アーノルド。そうか、志願するんだな。じゃあスーツを決めよう。これじゃないよ。これでもないって。おいおい、そう、これが必要だ。あとはスペース X が実施したダートプロジェクトを真似するだけでいい。これは2022年に
ダイダモスという小惑星に向かって500キログラムの宇宙船を時速6キロでぶつける計画だ。自動操縦なんてないからね。頑張って操縦してくれ。それでヒーローになるんだ。アーノルド、生きてるのか？すごいじゃないか。まるで原始的な微生物みたいな生命力だな。でもちょっとした水の問題が残ってるんだけどね。直径100キロの隕石が地球に衝突すると、その衝撃で半径10万平方キロメートルにある生命は全て死滅するんだ。それによって大量の硫黄が発生する。大量に発生した塵とか灰が大気の上空に集まって太陽の光を遮ってしまうんだ。お腹が空いたらロケットに積んである宇宙食を食べなさい。そんなもの積んでないって？それはまずいね。だって地球上にはもう食料なんてないんだよ。宇宙服を着ていたのはラッキーだ。外はマイナス50度だからね。こんなところずっと歩き回りたくなってないだろう。気をつけろ。言い忘れていたけど、ゴキブリも生き残るからね。しかも少し変異してるよ。逃げた方がいいよ。さあ無限の彼方へ。アーノルド、目を覚ますんだ。巨大な竜巻が急速に君の家に向かっている。すぐに走って逃げるんだ。外に避難するんだ。よくやった。もちろん本当に自分の身を守るには家の地下室に隠れる方がいい。だがもちろん竜巻の中に飛び込んだら君に何が起こるのかを知ることは、私や視聴者にとってもっと興味深いことだ。準備はいいか？これじゃあ入れ。アーノルド、中はどうなってる？世界最大の竜巻の大きさは幅1500メートルにも及ぶ。振り返れば君のそばにもいるだろう。アメリカでは毎年1000個の竜巻が発生するが、本当に巨大な竜巻はごくわずかだ。アーノルド、君は本当にラッキーだ。君はそのうちの一つにいるんだ。今は平圧と酸素運搬について議論するいい機会だろう。竜巻の中の大気圧は非常に低く、肺は空気中から酸素を十分に抽出できない。ほんの数分後には気絶して窒息する。ふう、やっとか。君の悲鳴にはうんざりしていたよ。この薄い空気は酸素ボンベなしでエベレストに登るのと同じだ。登山は明らかに君には向かないよ、アーノルド。しかし竜巻の内部では酸素不足で死ぬのではなく、中に引きずり込まれた他のものにぶつかって死ぬだろう。わかるだろう。動物、車、家の屋根、そして家全体さえ飛んでくる。超強力な竜巻の進路にあるものは全て飲み込まれ、時速 500km の速度で回転する。奇跡的にこうした障害物との衝突を回避できて窒息する心配もなく、竜巻の中で何とか生き残った場合でも忘れてはいけない。竜巻は遅かれ早かれ消えるんだ。そして君は空中に放り出される。リラックスしてもいいよ。君は海の真ん中にいて邪魔をする人は誰もいない。半径数百キロ以内には誰もいないよ。泣くなよ弱虫。私が君が生き残るために手を貸そう。これから君に話すことをよく聞いて全てを覚えておくんだ。何よりまず綺麗な飲み水を見つけることが絶対に必要だ。一番簡単な方法はイカダに溜まった雫を舐めることだ。アーノルド、それは鳥の糞だ。残念だけどこの雫だけでは長く生き残るには少なすぎる。雨水を貯めるためのタンクのようなものを見つけることだ。しかし雨が降る前に死ぬかもしれないので3番目の方法を試そう。これは一番難しい方法だ。これをやるにはアーノルドは頭が悪すぎる。しかしそこの君、これを聞いてるリスナーの皆さん、ぜひ聞いてほしい。黒と重りとコップ2つを使って蒸留水を作ることができる。塩辛い海水を大きなコップに入れると太陽の熱で蒸発して、それが袋の中央に集まり小さなコップに落ちていく。これで出来上がり、蒸留したての飲み水が出来上がった。アーノルド、さあ釣りの時間だ。毒を持ってなさそうに見えるものは全て食べるんだ。普通の T シャツでも海藻、プランクトン、クラゲ、小魚は捕まえられる。もちろん味はクソみたいなものだ。だけどアーノルド、一体誰に文句を言うんだい？長い時間海を見ることは進めない。太陽の光は海の表面で反射して君の目を焼くだろう。アーノルド、イカダの上に天蓋を立てて紫外線から自分を守るんだ。海上で熱衝撃を受ければ不実に死ぬだろう。
しかし太陽が君を脅かし始めるよりずっと前に嵐が来るだろう。イカダが転覆しないように重いものを全部真ん中に集めて神に祈るんだ。おめでとう、君は嵐を乗り切った。しかしまだ陸地を見つけるという問題が残っている。知ってると思うけど、ああ言うのを忘れていたかな。アーノルド、君は世界の陸地から最も遠い地点。哀れなアーノルドはすでにグローブボックスを漁り、去年のフライドポテトを見つけ、隙間にあったリッキーマーティーの CD を何百回となく聞いている。そうだね、ひどいもんだ。やめた方がいいぞ。時間の節約にもならないし、本当に危険だ。ありがとうと言ってほしいな。時間を止めて君を救ったのは私だ。漫画みたいにね。こんな時君ならどうする？ペンタゴンの機密書類を見て、アームストロングが本当に月に行ったかどうかを調べる。それともスージーにキスをするかい？おやおや、一番大切なのは日本だけで済ませないことだ。だって日本人は時間を止めるのが本当に好きなんだ。本当に本当に大好きなんだ。物理学的に言えば、もし時間が止まれば全てが止まる。数学者じゃなくても時間は速度と距離を構成する一つであることは理解できるだろう。もし一つの値がゼロなら、他のものも全てゼロになるんだ。さあ冒険の始まりだな。やおっと、光の粒子であるフォトンも止まっているから目で見て理解することはできなくなるんだ。水も飲めなくなる。6500万年前に地球を離れた光の流れは今6500万年光年の彼方にある。大きな望遠鏡を地球に向けることができれば恐竜を見ることができるのさ。さあ現実に戻るんだアーノルド。これで時間を無駄にしたとは思わないだろう。テスラにアップグレードしておいたからね。他の場所に行くだけじゃなくて時間だって移動できるんだよ。例えば1986年だ。成功だ。今君がいるのは爆発数分前のチェルノブイリ原子力発電所だ。アーノルド、カメラで爆発の瞬間を撮影してくれ。それを YouTube に投稿すれば最低でも2000万再生はいくだろう。なんだよ、バッテリーが切れたのか。充電してこい。それヨーロッパのコンセントだからそのままだと入らないって。ああ無理やり突っ込んだ。全部君の仕業だったのか。もうどうにもならない。とにかくそこから早く逃げるんだ。グローブボックスにモバイルバッテリーがあるからそれを車につけろ。充電に60秒かかるのか。防護服をつけろ。自分が放射能の中にいるかどうかなんて目には見えない。でももうそこら中放射能だらけだ。なんかそれ違うな。誰かのバッグを間違えて持ってきちゃったのか。放射能が500レントゲンを超えると髪の毛と爪が抜け落ちて皮膚が赤くなって病気が一気に悪化するんだ。でも大丈夫だ、すぐに気絶しちゃうから。3、2、ああもう気絶しちゃった。そのあたりの放射線レベルが1時間あたり2万レントゲンだからね。急がないとこの車も壊れちゃうよ。バッテリーも十分だ。2020年へゴー。元気でやってるかな。血圧はどう？次のテレポートまでそこまで待っていられないんだ。今日君は溶岩湖の表面にまで迫る数少ない人類となる。そして生還する唯一の人間となりたいものだね。君の運などたかが知れているけども、まあいい。3、2、1。君に与えられたのは1ナノ秒。ここはアフリカ、海抜613メートル、煮えくり返る火山エルタ・アレの火口の中。壮大な景色だね。溶岩湖表面の温度は1200度、鋳鉄を溶かすほどの超高温。まあ落ち着こうじゃないかアーノルド。1ナノ秒では何も起きない。そう、不運すぎる君でさえ大丈夫。ただし究極に運が悪くそこにもうちょっととどまったなら、最初の一呼吸で君の肺は燃え上がる。肌は剥がれ落ち、ここで考えられる最も賢明な行動は溶岩に完全にドボンと飛び込むこと。
痛みのショックで気を失い、90秒後には平静の中で目を覚ます。これじゃあ面白くないので、やり直そうじゃないか、アーノルド。溶岩から指を出して。まったくもう。今度はなんだい、アーノルド。頂上にでもテレポートして眺めを楽しみたいのかな。この音は一体。アーノルド、逃げるんだ。溶岩の流れる速度は時速 1.6km。 嘘だろアーノルド、こんな有様でハワイ旅行を夢見ていたのかい。もしそこで火山が噴火したら、ホバーボードに乗っかって迫り来る溶岩から。アーノルド、落ち着いて正気を保つんだ。君は地球で最も寒い場所、南極大陸ドーム富士基地近くに着陸した。ここの気温は時にマイナス 91.2 度に到達。そんな状況では人の目と肺はものの数分で凍結する。ただ幸運なことに君は夏にここにたどり着いた。今の気温はだいぶマシなマイナス35度。この気温では体の温度は30分ごとにおよそ1度ずつ低下。1時間以内に筋肉が発作的に失われた熱を取り戻そうと収縮を開始。あまりの恐怖にパニック状態に陥り、手足の各所は極度の寒さで破裂。というのも、末梢血管が収縮を始め、血液を体の中央に送ることで生命維持に欠かせない器官を守ろうとしているから。震えはすぐに止まり、そこまで寒さを感じなくなるぞ。でもアーノルド、油断は厳禁。この感覚は偽りだ。楽しさが込み上げてくるんだ。それから少しすると、さらに恐ろしい事態が。君の体は墜落時のボーイング機さながらに振動し始める。ホルモンとエンドルフィンで麻薬中毒のような状態になり、頭が混乱。当然筋肉がまともに動かせなくなる。アーノルド、どんな気分だい。さあ、この辺りで低体温症の始まりだ。君の体は体温を取り戻すための最後の試みを終える。そしてすぐに気を失うことになる。さらに心臓や呼吸関連の障害で苦しむことに。体温がおよそ 29.5 度を下回ると、君の旅路は終焉を迎える。そう、死神のお出まし。聞こえるかい、アーノルド。アーノルド、気絶しちゃダメだ。君を助ける方法が見つかったみたいだ。聞こえるかい、行くぞ。テレポーテーションで君を。皆さんに挨拶は。おや、気合が足りないね。シャキッとさせてあげないと。となると、もし太陽に1ナノ秒だけ行ってみたら。太陽の表面の温度は驚異の 5800K。でも実際この間抜けは、太陽で1ナノ秒を過ごしても汗すらかかず、脳は3000万ミリ秒後に明るいフラッシュを見たことを知覚。